こんにちは。1987年10月19日に行われたアントニオ猪木、山田圭一 vs 藤浪克己、長州力の試合を覚えているファンは多いでしょう。プロレス史に残る名勝負ではなくても、ファンにとって強く印象に残っている試合というのはあるものです。猪木がなぜデビューしてわずか3年の山田圭一をパートナーに選んだのか、当時の時代背景を振り返り、ライガーのコメントも交えながら猪木の心境に迫ります。アントニオ猪木、山田圭一 vs 藤浪辰巳、長州力。1987年10月19日、富士市吉原体育館で行われたタッグマッチ。藤浪辰巳と長州力の協力タッグの相手はアントニオ猪木ですが、パートナーは X と発表し、入場する時まで X の名前を明かしませんでした。先にリングに上がった長州と藤浪はすでに臨戦態勢です。次に猪木組が入場しますが、猪木の姿しか見えません。若手が数人で囲み、猪木のパートナーが横からも見えないように隠しながら入場してきたのです。そしていよいよ猪木と一緒にリングインしたのは山田圭一でした。1984年3月にデビューした山田はまだ3年目の新人。86年の新日本プロレス対 UWF の対抗戦でも活躍した山田ですが、藤浪と長州から見れば相手にならないと思ってしまいます。山田はやる気満々の笑顔ですが、藤浪と長州は怒りの表情で、ふざけるなと猪木に抗議。もちろん猪木は聞く耳を持ちません。1987年といえば、猪木に対して長州が世代闘争をぶち上げた年でした。長州は藤浪辰巳と前田明に、お前らは噛みつかないのかとけしかけ、藤浪は長州と共闘を誓いますが、前田は世代闘争よりも誰が一番強いかを決めればいいと、長州とは違う考えだったのです。その後、主にタッグマッチで新旧世代闘争が始まりましたが、猪木はマサ斎藤との巌流島の決闘を発表しました。世代闘争とは全く逆行した猪木の行動に、長州と藤浪も穏やかではいられないでしょう。10月4日に巌流島の決闘が行われ、猪木が魔性のスリーパーで斎藤を失神させ、猪木が勝利しました。大ベテラン同士である猪木 VS 斎藤の巌流島の決闘で、新旧世代闘争というテーマは完全に薄らいでしまいました。そんな時に行われたのが、猪木山田 VS 藤浪長州のタッグマッチです。ゴングが鳴ると、山田がスピーディーな動きで長州を翻弄し、張り手をかまし、捕まえようとする長州をかわしまくります。しかし本気モードの藤浪が山田をボディスラムで叩きつけ、羽交い締めにして、長州がリキラリアット。長州がルアンをぐるぐる回し、もう一度リキラリアットを炸裂させ、カバーの体勢に入ります。カウント3の瞬間に山田は跳ね返しましたが、3が入ったようでゴングが鳴りました。すると猪木が笑顔で山田を蹴落とすようにリング下に追いやり、2対1でやるというから、藤浪と長州はますます激怒しますが、もちろんやってやるとハンディキャップマッチが始まります。かつて猪木はラッシャー木村、アニマル浜口、寺西勇と1対3の無謀なハンディキャップマッチを2回もやったことがあるので侮れません。もちろん長州と藤浪も相手が猪木なら油断しないでしょう。さすがに藤浪長州との1対2はきつく、藤浪のジャーマンスープレックスホールドが決まった時は猪木の両目が閉じていて残せる気配はありません。ところがカウント2で長州が藤浪を蹴ってカットしました。場内が騒然とする中、長州は藤浪にリキラリアットを見舞い、猪木にサソリ固めをかけます。怒りの藤浪も長州の顔面を張って阻止しました。
藤波が投げ捨てるように猪木を場外に放り投げたシーンは胸が痛くなります。あのかませ犬事件の時と同じようにつかみ合う長州と藤波ですが、すぐにセコンド陣が止めに入りました。コーナーまで押し込まれた長州はマイクを持ち、藤波、猪木とてめえの首は俺が先に取るぞ、トップは俺が先に走ってやると絶叫します。長州の言い分に藤波は激怒し、会場は大歓声とブーイングが交差します。泣き顔でリングに上がった猪木がマイクを持って叫びましたが、泣き声なのでよく聞き取れません。俺を殺せというセリフだけ聞き取れましたが、やるならその前に俺を倒せということでしょうか。長州には焦りがあったのでしょう。強い猪木に勝たないと猪木越えにはなりません。誰が見ても完全に全盛期を過ぎた猪木からホールを奪っても意味がありません。87年当時、70年代の全盛期とは違いますが、まだ猪木は強かったのです。特に86年の UWF との戦いで猪木は強さだけでなく奥の深さを見せました。藤波は1985年の IWGP タッグリーグ決勝戦で猪木からポールを奪っているので、長州はこれ以上藤波に先を越されたくなかったのでしょうか。試合後に長州は山田が出てきた時から猪木もそして藤波もぶっ潰すつもりだった、俺にとっての世代闘争は終わりだ、これからは自分の目標に向かうだけ、俺がトップを走る、もう藤波、明とは共闘しない、俺の手で猪木をぶっ倒すとコメント。世代闘争を宣言した長州が自ら世代闘争の終わりを告げるとは長州らしさ全開ですが、前田は長州のことを言うだけ番長と批判しました。長州は X が山田だと知った時から藤波も猪木も潰すと思ったようですが、猪木も最初から1対2のハンディキャップマッチを想定していたのだと推測します。例えば X がビッグマードックのような強豪なら互角の勝負になり、1対2のハンディキャップマッチは行われなかったでしょう。それとも山田なら秒殺されないと思ったのでしょうか。実際は73秒で秒殺されてしまいましたが、その時猪木は笑顔だったので、やはり1対2のハンディキャップマッチが最初から頭の中にあったのだと思います。藤波と長州とのハンディキャップマッチという無謀な試合をする目的は猪木のみぞ知るですが、猪木が熟慮した末の演出だったという気がします。問題はパートナーですが、山田を選んだ理由を猪木が語っていないので推理するしかありません。ヒントになるのは86年の試合です。実は86年の UWF 軍との対決で猪木が山田をパートナーに抜擢した試合がありました。アントニオ猪木、山田圭一 VS 木戸治、高田信彦。1986年2月5日大阪城ホールでアントニオ猪木、山田圭一 VS 木戸治、高田信彦のタッグマッチが行われました。UWF との大事な対抗戦で84年にデビューしたばかりの山田をパートナーに大抜擢したのは猪木です。木戸のアームロックや高田のアキレス腱がために山田は大苦戦しますが、猪木はじっと見守り一切カットに入りません。放送席の山本小鉄もまだまだ大丈夫です、山田はこれくらいじゃ参りませんと言い、猪木さんも信用してカットに入らないと解説します。高田は容赦なくミドルキック、ローキック、ハイキックを山田のボディに顔面に連打し、ダウンしてもストンピングの嵐、おそらく20発以上のキックを受けサンドバッグ状態になりますが、山田は必死に耐えました。もちろんやられるだけでなく、木戸の逆エビ固めをロープに逃げることなく力で跳ね返してバックドロップを炸裂するなど大奮闘します。高田が猪木にアキレス腱固めをかけると、猪木は笑顔でそこじゃないと指を指してアドバイスする心理戦を見せます。
今度は猪木がアキレス腱固めをかけると高田は慌ててロープをつかみました。木戸にもドロップキック、アームブリーカーを炸裂させ、猪木の強さが光ります。最後は高田のジャーマンスープレックスホールドで山田がフォール負けしますが、猪木は山田の右腕を上げて健闘を称えました。猪木は山田の実力を買っていたのだと思います。それだけでなく、会場から山田コールの大合唱が起きたことも猪木は判断材料にしたかもしれません。簡単にギブアップしない、フォールされないタフさだけでなく、ファンの心をつかむ戦いっぷりを猪木は心に留めていたのではないでしょうか。つまり87年10月19日のタッグマッチの時、 X は新人なら誰でもいいわけではなく、パートナーに最もふさわしいのは山田だと決めていたのだと想像します。山田は新弟子時代から道場で果敢に猪木に対してお願いしますと実践スパーリングを求める選手でした。猪木は雲の上の人なので、新弟子なら遠慮しても不思議ではありません。猪木も山田にやろうと言って何度もスパーリングをしました。山田は心底猪木を尊敬し、人生の師匠と定めていたので、そういう山田の気持ちも猪木には伝わっていたことでしょう。猪木イズムの継承者、重心サンダーライガーは冗談半分本気半分で、俺は猪木さんに嫌われていると言います。ライガーは猪木さんに会うのは怖いけど、会って土下座して謝りたいことばかりだと語っていましたが、実際はどうなのでしょうか。ファラオの猪木アイランドは有名ですが、猪木が島で事業を展開し、そのスポンサーと大事なビジネスの話をしているとき、ライガーは何を迷ったのか、みんなを笑わせようと乱入。スポンサーの前でお尻を出すという意味不明なことをやってしまいます。ライガーのふざけた行為に猪木が大激怒してしまいました。その夜、猪木がライガーを呼んで来い。ぶっ飛ばしてやる。と怒鳴ったので、蝶野正弘がライガーに猪木さんが切れているから逃げた方がいいと伝えたのです。2022年、ライガーは今でも許してもらっていないと言いましたが、そんなことはないと思います。2020年1月6日、大田区総合体育館で行われたライガーの引退セレモニーでサプライズがありました。ライガー本人に知らせずに猪木のビデオメッセージを流したのです。猪木は笑顔で、31年間よく頑張りましたねと労をねぎらい、一回ゆっくり、もう俺は酒が飲めなくなっちゃったんだけど、美味しいものでも食べながらねと嬉しい言葉。驚きと感動と恐縮で硬直するライガーは深々と頭を下げました。2024年6月のインタビューでライガーは熱く語りました。俺絶対的に猪木イズムを継承してると思ってる。猪木イズムが分かっているっていうのかな。だからお前らそう簡単に猪木イズム継承って言うなよって思ってることはある。俺は付き人もしてたし、試合でタッグも組んだしね。スパーリングもやったし、いろんなことを教わったっていう自負がある。その思いはどっかにある俺の中にね。闘魂三重士よりも先輩のライガーは猪木にかなり近かったレスラーだと思います。ライガーにとってはあの1987年10月19日藤波辰巳長州力とのタッグマッチはわずか73秒でも金の思い出になったことでしょう。ライガーは当時を振り返り、入場時に自分の姿が見えないように猪木の後ろでかがんで入場したと語ります。それを聞いた4代目タイガーマスクが突っ込みました。ライガーさんなら普通に立っていても見えなかったでしょう。確かにそうかもしれません。